関岩寺は、兵庫県丹波市山南町岩屋にある高野山、新言州の寺院。三号は、岩屋山。本尊は、美沙門天。岩屋寺とも称される。高源寺、円通寺とともに、丹波紅葉を三山の一つとして知られる。もみじの寺、足利市の寺、仁王像の寺としても知られる。竹林山上正寺、一万松山毎日寺とともに、 三難三山の一つでもある。自伝によると、陽明天皇二年に、聖徳太子が、蘇我馬子と共に、物のべ森モ,ノノモと戦った際、太子は自ら美写門天像を刻んで、兜の魔法にいただいた。そして、見事に合戦に勝利するや、美写門天像は、空高く飛んで、どこかに行ってしまった。太子はその美写門天を探すために諸国を回ると、 この地の山の頂に随運がたなびいているのを発見し山に入ると探していた美写門店が石岩の中にあった。そこで大使はその石岩の横に一部を設けたという。これが石岩寺の始まりであるとしている。石岩寺の岩とは仏像などを安置する寿司や壁面のくぼみを意味している。現在の本堂から山上約八百メートルに奥の院があり、 そこにある石窟が石岩寺の寺号の由来となっているものである。二王門の金剛力士像は、喜び派の日語別を情景によって、任時三年に制作された仏像で重要文化財に指定されている。鎌倉時代から室町時代に流星を極める。二王門変学南北朝時代、足利高氏とその弟、忠吉の争いである官能の上乱にて、高氏が敗れ。 一時、京都から、張馬国に逃れる際に、着手義明に、二期織明、義長兄弟を添えて二千期を当地に止めた。この時、赤岩寺の僧が義明に丹波栗を献上すると、義明はその一つに爪痕をつけ、遠場出て、おち栗の目もあらば、世に、勝ち栗とならぬものかはという歌を添え、栗を植え立ち去った。その後、守備よくその通りとなったため、 この近辺で採れる栗は、爪跡栗、または、手手打ち栗と呼ばれるようになったという。南北朝時代から、室町時代になると、赤岩寺の修験者たちの活動が知られるようになる。彼らは、熊野先達として、近隣の村々から旦那を引き連れて、木の国にある、熊野本宮に向かったようで、熊野本宮大社文書の中に残された、南北朝、室町時代から、 戦国時代にかけての御指文書の中に、赤岩寺戦奪として、法師志望、実行坊、法戦坊、京前坊、乗泉坊、実行坊、小崎坊、副樹院、裁法院、伊坊などの亡命、因名が参見される。戦国時代には、織田信長の命を受けた、明智光秀による丹波攻略軍の攻撃を受け、 天正七年に陛下により前然ことごとく消失し、山門を残すのみとなった。江戸時代以降に徐々に復興するが、法暦十三年に現在奥の院がある地にあった。本堂が消失し、安永七年に現在地に移転して再建された。1994年には、奥の院の整備が行われている。本堂の西には、忍治二年創建の焼雄神社があり、 石岩寺の鎮守として、弁災天が祀られていたが、明治時代の神仏分離により、市木島姫の命を祀ることとなった。弁災天像は、石岩寺に保管されることとなったが、現在でも祭人は、弁祭天であるとする信仰があり、弁災天の登りが建てられる。幸運、財宝、福徳の神として、作家、音楽家、歌手、俳優に人気があるという。 本堂前の石段左手の中国原産杉下、紅葉山は高さ37メートルで、県下最大。客殿前の谷の大層谷の水は、聖徳太子が、美写門天像を洗い、水面が常に黄金に輝いていたとの伝説があり、古来名水、霊水として知られる。境内には、もみじが多く、毎年11月第3日曜日には、 足利市ゆかりの石岩寺もみじまつりが行われ、五幕用、武者行列などの行事が催されて、多くの参拝客で賑わいを見せる。石岩寺の発祥とされる地であり、かつての本堂があった場所である。本堂から徒歩、約20分の岩山中腹の高台にあり、石窟に、美写門天が祀られている。見晴らしの良い高台に首老が立ち、 自動加熱器装置が設置されている。首廊から奥の院へは、山道の両側に、石道路が立ち並び、廃殿まで続く。近くには、足利義明の将軍屋敷跡などもある。奥の院から遠三津を経て、金谷鉱山跡から、鉄平石の採取できる石富山に至る。木造金剛力士立造形台にある紅葉山、神戸。 1991、49から59で、熊野本宮大社文書ピアニッシュも964から987、神戸観光壁紙写真集兵庫県丹波市山、南町岩屋から。ありがとうございます。